どうも、タクです。今回は握力やピンチ力を強化するためのちょっと特殊なトレーニング方法を紹介していきたいと思います。で、その道具がこんな感じです。普通のダンベルの使い方をね、アレンジしました。横を向けるとこんな感じです。こっちが重りとなる部分で、でこっちが掴む部分で、重りとなる部分にはプレート、カラーで、つまむ方はカラープラス 1.25 キロプレートでカラーっていう順につけてます。で、まあそうすることによって、まあこういう感じでね、立ちます。まあ立つのはね、どうでもいいんですけど、でこれをカラーとシャフトが平行にね、こんな感じになるところで、止めます。で、この状態であとはもう和紙づかみ、こんな感じですね。で、この状態で持ち上げます。持ち上げてだいたい8秒から20秒あたりキープできる重量で、でキープします。これをだいたい 2,3 セットで、掴む時の注意点なんですけど、こう掴んじゃうと小指側をね、痛めてしまうんで、先に小指側がね、こう横にならないようにペタッてくっつく状態で、そっからちょっと調整していきます。で、無理のない範囲で徐々に広げていって、まあだいたい小指と親指が反対同士になる感じで、こんな感じですかね。で、この状態でつまみます。で、どうしても小指側が痛くなるときは、もう小指はあえてしないで、もう小指側はね、もうグリッパーで鍛えることとして、小指を離して、親指とこの3本指、人差し指、中指、薬指で掴みます。で、似たような器具でハブピンチっていうね、道具があるんですけど、それが確か直径10センチぐらいかな。で、今回使ってる 1.25 キロプレートは13センチで、結構大きめです。なので、まあ手のひらというか、手がちょっとちっちゃい人はできないかもしれません。なので 1.25 キロプレートで、まあ、指が届かないとかやりにくいって人は、ハブピンチっていう、まあ、専用のね、器具があるんで、まあ、それを買って使うといいと思います。で、逆にそれがちょっとちっちゃくて、まあ、物足りないというか、結構手が大きい人は今回僕が紹介した、まあ 1.25 キロプレートを使うと、そのやり方がちょうどいいんじゃないかなって思います。で、もう一つ注意点なんですけども、結構ね、指をね、ガッと開くんで、無理しすぎると、あの指の腱とか関節痛めやすくなってしまうんで、そこだけは気をつけてください。僕もね、ちょっと開きすぎて小指若干痛いですまあ無理のない範囲で、まあちょっと小指が難しそうだったら、小指を除いた、4本指でガッと、そんな感じで鍛えるといいでしょう。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあ。